ですね、本当にわざとらしくありがとうございました。散々リハーサルやってるのはそこで聞いてましてですね、ほとんど言うことの聞かない客だなと思ったんですけど、やはり本番が始まると違いますね。思わず無意識に言ってしまった。ありがとうございます。すっかり私もですね、飲み屋の経営者になりましてですね、今日やっと店も3日目になりましてですね、昨日今日一昨日とですね、客が我々しかいなかったというですね、悲惨な状態だったんですけどね。それで軍団のセピアをですねアルバイトに行けたらムッとした顔しましてね、私は漫才師になったんですなんて言って、私はあんなところの中井さんやるわけじゃないって嫌なこと言ってましたけどね、私のね坊やなんかほんでいい方でお話してね、ポール・マキさんの弟子なんか大変だったんですから、今の山口君と武田君って言うんでしょ、山口っていうのがポールさんとこ3年間ついてましてね、朝8時に起こされてね、夜の12時まで仕事しましてね、その夜の12時半からこれはポールさんがやってるスナック行きましてね、ずっと明くる日の6時までやりましてですね、2時間かないんですから、その間に歯磨いたりなんかしてご飯食べたりなんかして風呂入ってまた8時から出かけるんですから、それを3年間続けたんです。3年間でもう死にそうになって、ポールさん私仕事を他の仕事やらせてくれませんかって言ったら、あの人が一言ね、この恩知らずって言ったんですけど、そういう厳しい世界ですからね、誰が恩知らずかわからないんですから。まあ我々の場合も恩知らずと言いますけどね、やっぱり軍団でもやっぱこの間の飛行機の事件のとこずいぶんよく話してますけど、いつも放送でカットになりますから私のその話は。でもまたやりますけどね、飛行機が起こった明くる日に博多にいましてね、博多に行ったらもう飛行機起こったら絶対嫌だって、新幹線で帰るって言ったらね、僕らも新幹線で帰りますって、16名分ね新幹線切符頼んだんです。1枚か取れなかったんですね。その1枚を取ろうとするやつがいるんですよ。俺がここにね手を払うやつ、私ですってやつ、なんかさ握りしめて離さないんです。こうやったら爪から血が出たりなんかして。でもやっぱり、ね、飛行機ってただ遊園地の飛行機だっておかないですからね。俺も小学校の3年の時にお袋に連れて行かれまして、ね、初めて浅草の松屋で誰も乗ってない飛行機、クレーンがありましてグーって回るやつ、これ会社にこれ抜いてくれって、うせえなこのガキやなって、右手に風船持ってね、キャンデー持って鼻垂らして送っとくと、グーアーなんて動いて動いて動いてグーって、屋上から1階に出ちゃうんですか。あれは何が怖いか、屋上から外に出るんでずっとあらあら出ちゃったんですか、ゴッドンって止まっちゃったんですね。ゴッドンってそこで出たところで止まっちゃったので、屋上と2人でこうやってポカンってしてたらね、屋上の人がどうしたんですか、大丈夫ですかって、屋上行っちゃって、でもね出て直しに誰も来ないの、どうも奥さん大丈夫ですかって、どうも俺鼻垂らして帰ってきて、でやっと助け上げしてね、やっと助けて飛行機降りた瞬間に俺の頭を思いっきりバカってバカって、だから言うんじゃねえバカやる、こんなとこ乗るじゃん、今までポーズ作ってなんか降りた瞬間に陣に戻ったりなんかしてね。でもやっぱ子供は遊園地好きですからね、昔大学生の頃彼女がいましてね、彼女のとこ電話してどっか遊びに行こうかって言ったら、姉さんの子供が来てんのよって言って、姉さんの子供も連れてきたらなんて言ったらしょうがないかって、遊園地でも行こうやって喜んで迎えに行ったらね、やっぱりこの子だけ連れてってガキ知らないガキ姉さんの白くむだれの汚ねえだけガキ連れてね、後楽園遊園地2人で行ったのこうやってで金を一銭も払わないのそのガキが、みんな俺がハンバーグ食わしたりなんかしてね、1人パッと見たら1万円持ってやんなあの野郎、1万円踏んだくってね、公園話し合いして逃げちゃったことあったんですね。で2日後電話かかってきてね、うちの子供警察に保護されたんで知りませんかって、えらい怒られましてね、知らねえばかりと切ったらね、また2時間後に電話かかってきてね、1万円返せって言われたことしますね。あれは情けないですね、やっぱりね。しかし今一番すごいのは、まあ、車もすごいですからね、女の子で免許持ってない人いないでしょ。私が免許なくなっちゃいましてね、この間免許取り行ったんです。で今直接受けに行くやつはいませんからね。それで運転免許の宣伝の何ですかの、渡辺の運転免許って、何ですか変な荷台の上でこんなになっちゃって、みんな俺ブラバスとか俺化粧品の宣伝かと思って、みんな飛んでちゃって、この渡辺の運転免許何をかくったらね宣伝だったね。ほんで今シートベルトしないと怒られるんですね、テスト場。この間テスト場行ったらシートベルトなんかつけたことないんですけどね、タキさんシートベルトしなきゃダメですって、しょうがないからシートベルトって肩からこうやってかけるんですね、あれしないで脇の下でいっちゃってね、シートベルトが脇の下で手がこういう形になって、こういう形になっちゃう、シートベルト弱ったなと思って、これ限定されるかなと思ったから、じっと見てるからこれ限定されちゃいけないなってヤッホーなそれ何やってんだあんたと思う、怒られたりなんかして、ずっとこのまま行ったらすっかり落とされましたけどね。あと女の子で異常なのに信号の真下って前の信号見ないで上の信号見てるやつね、こうやって見てるおい、とんでもないバカがいたりね。あと女のやつでバックするのにちゃんとバックできないって窓から顔出すやつね、こうやってこうやってここに塀があるの知らないってガリ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 頭でブレーキかけてどうすんだってやつがいますからね、そういういろんなやつがいたりね。でもやっぱりね、親とか兄弟の話ってのね、今考えてみたらもういい加減なの多いですな。ああ最近うちのおふくろ昔言ったようにダメだと思ってもやってみろとかね、ダメだと思ってもやってみろって、ダメだったらしょうがないじゃねえかと思う、そんなんできるわけねえバカ野郎って。あとタキシいいか、人間死ぬ気になりゃ何でもいけるって、死んだら終わりじゃねえかバカ野郎。あともっと分かんないな、一度でもいいからお前はバカになれってのありますね。
鼻垂らして下駄ここにしょってこうやってたでしょ、誰も相手にしてくれませんでしょ。そういうのあったね。だから昔の言う人ってのだから我々も条件入りだとこう今の人たちわからないけどこうやって頭下げてよかった。これは絶対ね自然に覚えたんじゃないですね、親に絶対覚えさせられたんですね。だからたけしって一回おでん盗んだって聞いて、おでん屋の親父と聞いて、たけしおでん屋のおじさんに謝りなさいって、俺は謝んねえっつって、謝る俺の頭ぐんぐん押されたんだけど、しょうがないから謝ろうってこうやってやった瞬間に おくろの頭手が滑ってステンって倒れて、おくろ土の下にめり込んだりなんかして、そうなんですよ。だから男ってのはこれあれですよ、これはね、あの自然に覚えたんじゃない、やっぱり誰かに教わってるんですね。だから足の形もそうですね、ガニ股と内股って今研究してますけどね、ガニ股というのはあれですね、ガニ股っていうのはね、あのこう下品なようですけどね、お風呂場行くとね下品じゃないんですね、これは、お風呂場っていうのは大抵みんなガニ股で男風呂入ってるでしょ、どうもここにタオル持って、どうもすいません、どうもちょっと開けてもらいましょうか、どうも動くんじゃねえって、それなんかガニ股がいいんだ、あれ内股の人が入って気持ち悪いですよ、こうやっててちょっとすみません、ちょっとすみません、こいつうんこするんじゃないかと思いますかね、あエイズだってみんな逃げちゃったんやからね、ヤクザだってどうですか、ガニ股とかでうーく寝るふーって言って、うー内股のヤクザちょっと寝るなん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